昨日、投開票された熊本県知事選挙において、社民党熊本県連合が自主的に支援した、神山誠志候補は287,750票を獲得した。Social Democratic Party 社民党熊本県連合、全国連合熊本県連合ジャーナル社民党熊本県連合が主催、連携、おすすめしている活動を報告します。談話、熊本県知事選挙の結果について2024年3月24日、社民党熊本県連合代表今泉克美。昨日投開票された熊本県知事選挙において社民党熊本県連合が自主的に支援した神山誠志候補は287,750票を獲得した。前回よりも7万票余り上積みした。一方、4期16年続いた蒲島県政の後継者として自民党と公明党が推薦した木村隆候補は383,010票を得て当選した。しかし、前回蒲島さんが獲得した票よりも54,000余り減らした。また、得票率では木村候補の 54.6% に対して神山候補は 41.0% となった。草の根運動を標榜し、政党に対しては遠距離で県民党として選挙を戦った神山候補に対して木村候補は自民党、公明党の推薦に依拠して業界団体等の組織選挙を展開した。さらに高まっている自民党の裏金問題などへの批判を交わし、永田町と県政は違うとの主張を展開した。私たち社民党熊本県連合は地方自治の原理である二元代表制に基づいて知事と県議会が対等に緊張感を持った県政が実現することを目指して、また神山候補の県民党的立場を尊重して自主的に支援すると決定して県知事選挙に臨んだ。神山知事は実現しなかったが、神山候補に対して得票率で前回の 33% を大きく上回る 41% もの支持が寄せられたことは重要である。新しい木村県政は投票数全体では 45.4% の異なった意見があることを踏まえた県議会との対応や県政の運営に努めなければならない。社民党熊本県連合はこれからも格差社会の中にあって頑固に平和、暮らしが一番との基本理念のもと、命を大切にする政治を目指して声なき声を紡ぐ政治活動を続けていく。頑固に平和、暮らしが一番、戦争はさせない、それが社民党です。Social Democratic Party 社民党。